行きましょう、メリオダス。娘を頼むぞ。あ、エリザベス、エリザベス。じゃあな、みんな。一発な。私なら大丈夫。栄光のリンネが復活している。なんで？呪いは団長が消滅させたはずじゃ。今度こそ消え失せろ。見たか、メリオダスのあの姿と力。すげえ。俺が魔人王に被験する力。どういうことだ、呪いが再生していく。どうして王女様の呪いだけが復活を。俺の呪いは最高神にかけられた。だがエリザベスは。つまり魔人王はまだくたばっちゃいねえってことか。ああらしいな。よくやったな、キューザックよ。我はまだ生きておるぞ、メリオダス。魔人王復活なんて何かの間違いじゃねえのか。アニャローはバンとメリオダスがぶっ飛ばしたはずだろ。相手が魔人王なら不思議じゃないよ。そんで団長への報復とばかりに王女さんの呪いを再発動させたってわけか。問題は誰をよりしろに復活したかだ。そこらの動物や人間を器にすることは不可能なはず。魔人王の力に耐えきれず大抵の器は砕けてしまうからね。確かに、マイルでさえ4つの会合を完全には受け入れきれなかった。じゃあ団長以外の誰に取り付いたら力が使えるの。メリオダス。メリオダス、心当たりはあるか。さてさてさて、ちっとも見当つかねえな。おお、ゼルドリス様、なんという魔力、なんと立派なお姿。このキューザック、歓喜の涙を禁じ得ません。俺は一体。そうだ、魔人王様の罰を破り元の姿に戻っていたはずだ。お主も目を覚ましたか、チャンドラ。どうやらマイルの一撃で死にかけたことで再び罰が発動し、わしとお主に分離したようじゃ。それよりわしらが意識を失っておる間に何が起きたのか。うっすらとではあるが、メリオダス坊ちゃんが全海軍を取り込んだところまでは覚えて。あれは海軍。それも全て消滅しかけておる。なぜ海軍は全て坊ちゃんに吸収されたのでは。ゼルドリス様、なんというお姿に。出来損ないなど放っておけ。最優先すべきは海軍の回収じゃ。そして海軍をメリオダス坊ちゃんに今一度お与えする。キューザック、なんれ。許せ、チャンドラ。貴様に恨みはない。だが貴様が生きていては妨げになる。この姿に戻ったことはきっと運命だったのだ。俺はキューザックとしての意志と使命を貫かせてもらおう。セルドリス様、俺はあなたを絶対に死なせはしません。
あなたは幼少の頃、よく俺に問われた。なぜそこまで自分に忠義を尽くすのかと。答えは簡単です。あなたは、俺にとって息子も同然、俺の宝物、俺の全て。たとえそれが魔人王によって植え付けられた感情だとしても。さあ、カイゴンよ、ゼルドリス様に大いなる力をもたらしたまえ。まさか、カイゴンを俺に。いしめよま、死が家には来た。やめろ、ゼルドリス、トレのカラチナ。カイゴンは我が力のかけら、その全部を取り込み魔人王になるということは、我が新しき依代になること。いやだ、やめてくれ。やはりあなたこそ真の魔人王にふさわしい。すぐにも父君など及ばぬほどの王となられることでしょう。よくやった、キューザックよ。だが不愉快だ。もう消えて構わぬぞ。お前は十分に役目を果たした。王がこのような姿では格好がつかんな。こんなものか。魔力の流れもスムーズだな。正直メリオダスに比べ性能面はだいぶ劣ると憂慮していたが、なかなか悪くはない。完全に支配下に置けば魔人王本来の力を再び取り戻せよう。いい子だから、ゼルドリス。お前は愚かな兄のように父を拒絶するでないぞ。さて、七つの大罪はいずれ我が居場所を嗅ぎつけるはず。だが器の完全な支配にはしばし時間がいる。とはいえ、怪魔人どもでは何の足止めにもならん。ん？マリン、オートに戻る前に魔界の門を閉めてきたんだろうな。心配は無用だ、じきに消滅する。そもそも人間が通れる程度しか開いておらん。仮に魔界から侵入しようにも白色魔人が通るのが精一杯だ。魔界をさまよいし禍々しき獣、破壊衝動と死の権化、魔界の主たる我が命に応え、いでよ、インディラ！まさか。ねえ、キング、これってまずいよ。この禍々しい気配は、力ずくでこじ開けるつもりか。こっちに出てくるよ。間違いない。この強大な魔力はインディラ。魔人族ですら恐れ、忌み嫌う。伝説の魔獣だ。キング、ディアンヌ、ゴーセル、マリー、俺ら5人で迎え撃つ。魔人王が動いてねえ今のうちに化け物をぶっ潰す。待て、団長は残ってエリザベスを守り抜いてあげなきゃダメ。呪いが復活して3日の期限も過ぎちまった今、姫さんを守ってやれんのは魔人王と同じ力を持ったお前だけだ。安心しろって。化け物のついでに魔人王を軽くぶっ潰してやる。ああ、頼んだ。でも気をつけろよ。では出発するぞ。イスカノール、俺たちは国王と聖騎士の奴らに伝えに行くぜ。はい。どうしてみんなに黙っていたの？魔人王が新しい器に選んだのはゼルドリスだってこと。これは俺と弟、親父の問題だ。これ以上あいつらを巻き込みたくねえ。でもお前を放っていくこともできねえ。俺はどうすればいい？ダメよ、行かなくちゃ。おい、行くってどこへ？もちろん魔人王の居場所よ。
俺の神器ずっと預かっていたの。だからお前を放っては。私を一人にはしておけない。けどゼルドリスを三度も見捨てるわけにはいかない。だったら私がメリオダスと一緒に行けばいい。あなたにとって大切なものなら私にとっても大切なものなの。エリザベス、もう一度俺と一緒に戦ってくれるか。3000年前、俺が魔界から出ていくことを決めた時もそうだったな。私は何があっても、誰を敵に回しても、あなたの味方だから。あなたのそばに、ずっといるから。お前はいつだって、俺の手を離さずそばにいてくれた。背中を押し、勇気をくれた。俺に光をくれた。お前のそういうところ全部に、俺は惹かれたんだ。必ずゼルを救い出そう。事態に。わかった。全聖騎士に警戒態勢を取るよう通達する。これであらかた伝え終わりましたかね。いやまだだ、忘れてたぜ。トントコだ。オーク君は元気だな。マイルさん、地上はまた大変なことになっています。どうか僕の声が届いているのならお願いします。もう一度力を貸してください。手遅れになる前に。今度こそオッカーの出番だぜ。魔人王の豚野郎が復活しちまったんだ。はい、眠い？何言ってんの？はい、均衡が大きく崩れて間もなく王が誕生する。くがー、だからさっき言ったろ、王は復活しちまってんの。寝ぼけんなよ、おっか。これからなんとかするしか。考えろ考えろ。いや、考えるな、感じるんだ。ねえ、この方角、魔人王の居場所って？ソールズベリーの魔法の湖、ブリタニアで最も魔力に満ちた場所だ。そこを選んだ理由は、戦いで消耗しきった魔力を回復するため、そして一刻も早く器と完全に一体化するために違いねえ。大丈夫、きっと助けられるわ。ゼルドリスだってあなたの助けを待ってるはずよ。そうだといいけどな。魔界を出る、正気か兄者。そんな行為を父上が許すと思うのか。誰に許しを請うつもりもねえさ。兄者、ゼルドリス、俺にもできたんだよ。心底守りてえものだ。最高神の娘との噂は真実だったというわけか。このまま実界の統率者として争いを続ければ、いつか必ずこの手でエリザベスを傷つけることになる。それで魔人族を、俺を見捨てるのか、兄者。ゼル、ゲルダを連れて俺と来い。手に出ていけ。俺はもう貴様を兄とは思わん。次に会う時は敵同士だぞ。まったく考えなしに言ったもんさ。ゲルダは闇の住人の吸血鬼だ。恋人の身を思えば魔界にとどまるのが当然の話だよな。バカだよ俺は。俺が出て行ったことであいつは余計に重圧に苦しめられたはずだ。ゲルダの恋人として、実界統率者の代行として、魔人王の息子として。さあゼルドリス、愚かしい兄への恨みを父と共に晴らそうぞ。
ヒューザクが俺に介護を。父上、俺に体を返してください。俺はもう父上の所有物ではないぞ。なぜ黙ってる？なぜ答えない？こんなところにいつまでもいるわけにはいかない。俺にはまだやらねばならんことがあるんだ。私を探し出すこと？その必要ならもうないよ。ゲルダ、ずっと会いたかった。違う、本物じゃない。本物だよ、わからない？本物のゲルダはメリオダスに再封印され、今もエジンバルに。君は嘘をつかれたんだよ。嘘だと？彼の目的は自身の魔人王化。海軍を集めるには君を手なずけるのが手っ取り早いから。それじゃゲルダは当の昔に殺されたわ。メリオダスとその仲間七つの大罪に。なんだと？でもどうしても君に会いたい一心で、私は魂となりここまで至り着いた。だがありえない。父上がお前の侵入を許すとは思えん。よく聞いてゼル、魔人王様はね、私とゼルとの仲をお許しくださったの。だから私はこうして君とまた会えたの。もうコソコソする必要はないの。ずっと二人でいられるのよ。永遠に。来たか。我々の殺気に反応したようだ。なんだかすごく虫っぽくて嫌。尾の先端に無数の魔力が集中している。違う、これは生体反応だ。いや、何あれ。何かの胞子か。いや、それにしては大きすぎる。あれは インディラの妖体か。ブリタニア中に散らばるぞ。絶対に食い止めるんだ。聞くがよい息子よ。この世に二人の魔人王はいらぬと大気がたけっておるわ。いや、一人もいらねえ。すべての元凶はてめえと最高神のくだらねえいさかいだ。一体どれほどの涙と血が流れていったか知っているか。一体どれほどの命が消えていったか考えたことがあるか。愚問だ。貴様はいちいち路傍の石ころや砂粒に思いを馳せるのか。そう、俺はてめえに命令されるがままに無意味な戦いを繰り返していた。何も感じず、何も考えねえ、石ころ同然に。でもエリザベスは俺の世界を一変させた。それから出会った大勢の仲間たち、七つの大罪が俺たちをここまでたどり着かせてくれた。そしててめえら神々に運命をもてあそばれた奴ら、運命を狂わされた奴ら。その全ての思いをてめえにぶつける。覚悟しろ。